学校法人清子学園は、愛知県岡崎市に本部を置く、学校法人である。現在、一大学、一短期大学部、三幼稚園を要する。清光学園の創立者であり、岡崎女子短期大学初代理事長の本田、吉三郎は1896年3月9日、愛知県壁海軍桜井村古いに生まれた。中央大学中退後、 新愛知新聞に入社。新聞記者の傍ら、岡崎市、亀井町の一条寺裏で、僧侶安間公館が営んでいた、託児を幼稚園として、認可を受けることに協力。1926年4月1日、双葉幼稚園が創立される。1928年4月1日、同市八条町向田だ91番地に移転。しかし、安間の後を譲り受けた。 山本五氏が事業に失敗して死去。借金の肩代わりをしていた本田は経営を引き受けることになる。新聞社を退社して本郷岡崎市に移し、1933年4月、正式に双葉幼稚園の園長となった。1945年7月20日未明の岡崎空襲により園舎は半壊。終戦後、本田は民主主義の起運に促され、 1946年4月の第22回衆議院議員総選挙と1947年4月の第23回衆議院議員総選挙に立候補するが、いずれも落選した。1951年6月、1200万円を投じ、双葉幼稚園を現在地の魚町一丁目に新築移転した。さらに資材を寄付して、学校法人設立を期と、 1954年7月12日、学校法人記予志学園は認可された。清光とは、新聞記者時代童話を志した、本田の画号であった。1959年4月、本田は、岡崎市長選挙に、石原清光の名で立候補するも落選。同年、岡崎市中町の東大山と称された高層地、約2100平方メートルを購入。 1960年10月には日本私立幼稚園連合会の代表として欧米10カ国を視察。スイスの幼稚園をモデルに新しい幼稚園の創設を計画し、1961年に工事に着工した。巨大な岩石の累積からなる東大山の整地作業は難航を極めたが、1962年3月1日、中町一丁目八番地に サわラビ幼稚園を創立した。ホンダは幼児教育者育成を年次短期大学創設を決意。サわラビ幼稚園に隣接する土地の所有者6人と折衝し、1964年7月1日、4986平方メートルの敷地を購入した。1965年4月1日、同地に岡崎女子短期大学開学。初大学長には、 お茶の水女子大学名誉教授の石川健が就任した。1973年4月1日、同時に第2沢原美幼稚園を創立。第2沢原美幼稚園は、同年10月15日に、洞町八王子の現在地に移転新築。2004年3月15日、大学グラウンド隣接地の欠アあざぎネが、入り21番地に第1沢原美幼稚園の 新園舎が竣工。2012年11月8日、岡崎女子大学の設立認可が下り、2013年4月1日に開学した。ありがとうございます。